アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第15条原文修正第15条の成立を祝う1870年のポスターアメリカ合衆国憲法修正第15条は南北戦争後に成立した3つの憲法修正条項の一つであり市民に投票権を付与するときにその市民の人種肌の色あるいは以前の冷蔵状態をもとに 妨害してはならないとしたものである。1869年2月26日に提案され、1870年2月3日に批准された。アメリカ合衆国憲法修正第15条は、レコンストラクション修正条項群の一つである。奴隷制を廃止した修正第13条、市民権を定めた修正第14条と一組で論じられることがある。 この修正条項は州もしくは連邦政府に対し市民の投票資格として市民の人種、肌の色あるいは以前の奴隷としての霊属状態を考慮に入れることを禁じている。基本的な目的は元奴隷に賛成権を与えることであった。この修正条項の規定に従って最初に投票した人物は1870年2月4日に投票があったニュージャージー州。 パース・アンボイシ教育委員会委員選挙におけるトマス・マンディ・ピーターソンであった。この日は修正第15条が批准された翌日であった。しかし修正第15条の規定が実際に全州で確立されたのはおよそ1世紀後の1965年の選挙憲法を待たねばならなかった。選挙における頭割り及び絶対数という基本ができた後は 1865年から1880年の間にアメリカの歴史の他の時代よりも多くの黒人が政治的な役職に選ばれた。レコンストラクションの間、どの州も黒人の知事を選ぶことはなかったが、多くの州議会は実際に多くの人口がいるアフリカ系アメリカ人の支配下に置かれるようになった。これらの議会は普遍的な公共教育というような今日では、 当たり前のことでも、当時としては、革新的な考え方を取り入れた。また人種差別に基づく法律は、例えば人種間結婚を禁じる法律でも撤廃した。クークラックスクランのような集団が、黒人の投票者や白人共和党員を脅したものの、連邦政府が民主的に選ばれた南部の政府を支持したことは、共和党支持投票者の大半が投票でき、 密かに支配もしていたことを意味している。例えば、ニューオーリンズで人種が混ざった政府ができ、これをすべて白人のボートが乗っ取ろうとしたとき、ユリシーズ・グラント大統領は、連邦軍を派遣して、選挙で選ばれた市長を就任させた。しかし、接戦で選ばれたラザフォード・ビー・ヘイズは、南部の世論をなだめるために、連邦軍の撤退に同意した。ヘイズは、共和党員が、 黒人の投票権を確保し、強括を罰する法律を通そうとしていたにもかかわらず、新南部での投票妨害を見逃していた。連邦議会はこの時行動を起こしたくないという意思を示すために投票所で起こった暴力沙汰を公表するという法案ですら通さなかった。規制がないままに黒人や共和党員に対する投票所暴力が増加し殺人すら起こった。これらの大半は、 法の強制力による干渉もなく行われた。1890年代までに多くの南部州は読み書き能力の試験や投票税など厳しい投票資格付けの法律を制定した。ある州では投票のための登録する場所を見つけにくく示唆した。その上で州憲法に祖父条項が明記され1867年までに 投票権を得ていた者とその子孫については、試験や投票税を免除することにより、白人の投票率は維持しようとしたが、祖父条項については1915年に連邦最高裁が意見判決を下し、結果として貧しい白人の投票権も奪うこととなった。連邦選挙での投票税については1964年発行の憲法修正第24条で禁止され、 1966年の連邦最高裁判決では連邦に加えて州の選挙においても投票税を違憲とした。アメリカ合衆国議会の上下院で作成された当初の修正案は投票権と非選挙権がある要因すなわち人種に基づいて各州によって否定も制限もされないということを謳っていた。政案がなぜ非選挙権を外したかは不明である。選挙権とは 非選挙権をも意味するために、両方を含める必要はないと考えた立案者もいた。アメリカ合衆国議会は、修正第15条を1869年2月26日に提案した。続いて、次の州が批准した。ネバダ州ウエストバージニア州イリノイ州、ルイジアナ州ミシュガン州、ノースカロライナ州ウィスコンシン州メイン州。 マサチューセッツ州、アーカンソー州、サウスカロライナ州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、インディアナ州、コネチカット州、フロリダ州、ニューハンプシャー州、バージニア州、バーモント州、アラバマ州、ミズーリ州、ミネソタ州、ミシシッピ州、ロードアイランド州、カンザス州、オハイオ州、ジョージア州、アイオワ州18722月3日に、批准は成立した。その後次の州でも批准された。 ネブラスカ州テキサス州ニュージャージー州デラウェア州オレゴン州カリフォルニア州メリーランド州ケンタッキー州テネシー州ありがとうございます